だ。本当にやりました。リーチできん。まず一勝しちゃうと。これでやっぱこうエディが出るかチップが出るかロボ界が出るかですね。どれもしんどそうですね。いやーいいのがポンポンと勝つ感じですね。なんかめっちゃいい試合だったね。さあ本当に動きましたね。これあれってイノに合わせてるんですかね。これノグってのはヌグってのはそうですね。まあ僕は別に男のそういうものを見ても全く反応しないので俺はどうでもいいんですけど、隣のチームにたくさんいますから、ね、そういう意味ではちょっと脱いだら逆に危ないんじゃないかなって言われて、そうそう食われちゃうよ。掘るか掘られるかで、うん、さあ、かなりの場所を来た来た。これ、勝っても負けてもトゥーリオさん、学生美味しいですよ、これ負けても相手抜くし勝ってもチームのためになるし、学生はね、危ないんで気をつけてください。さあ、行きましょう。3対3ですかね、今残り。ロボ界ガクロボ総大将ガクロボ対するアトゥリオイノ。さあ金子だけだ。キンバーさんやばいぞ。さあ投げを狙っていく昇竜拳。この当たりもやばい。ミサイル挑戦してしっかり2発ヒットレベル23か。前ハイからミサイル。さあ開幕から試合がかなり大荒れでしたが、ここはかなり落ち着いてくる。レピンヒロイが落としていく。大きい攻めはしっかり直下から投げに苦しめ。昇竜からの駒投げ失敗。タッチピン対空からロマキャン安定金エスヒロイ。ここで落としてケミカル置き攻め。さあ完成ケミカル。さあ地形から空中ダッシュ引っ捉えて、さあ投げる。おっとドリッキャンじゃねえかホールキャン失敗か。バーンと飛ばして着地点。さあ置き攻め仕掛けていく。馬から空中ぐらいにはならずスライディング潰して NS 続く。そして返していくが出し合いノーマルヒット。出し切り捕まらないように逃げていく。ゲージを吐かしてさあヒットまあさあ読んだが食らってしまうか。ケミカルから飛ばす上海ガードする。ケミカルは当たらない。お互いにミサイル飛び道具相殺させて触りに行ったのはロボ界飛び落とす。体力リードはいいのですがタッチピル出すと止める。潜って潜ってダメージ走るバースト呼ばれて危ない。カウンターしかし音符が守ってくれる。テッドアングルから置き攻め表ガード。さあここで巧みにいく投げで殺しきる。もう脱げませんちょっとさあここは落ち着いて落ち着いて危ない危ないトゥーリオさんは見た目ですよ。これで出てくるのはチップ脱ぐもんがないですね。トランクスだったらギリ許されるのかな、ね、本日は音だけじゃないんでね見てる方はさあ総大将の学さん脱がすこともできずちょっとあとは応援に回るだけですが、延長大丈夫？ああ延長有料でいいよね。うん3000の3時間かお願いします。はい。さあサミットチップを対するはトゥーリオイノ。
復勝ですね。さあ落とす、置き詰め、逃げから中央テイジャーハイ叩き落としてジャンプリーからジャンプリーパーエクサイプの選手のデビューが さあ固め、こうなってしまうと今は厳しい、大丈夫ですね。さあ出資から完成ダッシュコンボ落として裏立ち合いから D 転移空中投げから三角飛びからの卓球、さあ端追い込まれて勝利点。さあここは画面端で待っていたマイピーサミットチップが取り返し最終ラウンド空中投げポーって足払いからケミカルダウン奪って、さあこれは美味しすぎる、いい拾い空中がそのまま拾ってノーゲージダウン、そして 50%、 100% 表見えね、表しっかり上がってタングル切り返しに使ってこちらもデッタングル、ベータ青キャンお互いにゲージがなくなる、投げは失敗しているがダメージを与えている、裏から潜って三角飛び処理券捨てて上から振ってくるチップパスピーで拾ってジャンプに早処理券捨てて金バースト投げたなチップ表さあ金バナーとの策を投げ返していったサミットチップということで、もうすごいですね。ねトルさんがこれ以上脱皮するとやばかったですからね、ほんと全てを解き放し警察署へ危なかったそのはい、あれこっち大将まだ、はい、まだ後ろにエディー、そう、ワンピー側残り佐々木さんのエディが残っております。ツーピー側はまだいます、カラー変更さんが今出て、あとフィーノさんが残ってます、だから2対2だね今、副将対副将、残りが 2P 側がフィーノさんのベノムで 1P 側が佐々木さんのエディです。さあしかしこのチップ止めるか、ないが足払い前ハイカライダメージ、おっとおっと金エスからテイクアルファ表ガードして、さあ今日のノーヒーさん乗っているがサミットチップしっかり画面端押し込んでジャンプ系空打球を見ている、この速い展開でしっかり出たアカスブレードカノン二段構え、オファース着地してよくわかんねえ、とりあえず総力ガンマブレード拾えそうでしたが空中投げからガンマブレードも無理、見てるんですかねこう攻めてる中で、あのあーっとここ暴れたところ反応が良かったの逆にヤバいなってしまい、ダメージが逆にラスフェイント昇竜拳から表裏足払いから表次はどっち裏からの表からの試合終了なんだそりゃ、いや大将になってしまいました、フィーノさんのベノム、チップはきついですよね、目の目ね、大将です、 2P 側が大将、フィーノ目の目、 1P 側副将サミットチップ、どこまで行ってもきついですけど 2P 側エディですかね、次さあまずは空打球ダメージを奪っていくフィーノ目の目、遅処理券を捨てて早処理券から攻めて投げ暴れ潰しのアルファブレード引き逃げ、さあ弾一つコパン弾き三角飛びをガードしていってアルファブレード逃げられる、そしてキンバースも使ってしまい、なんかすげえが投げ盛り出し出すヒット、しっかりチップコンからのダブルアップ狙いが当たらない、奇跡の処理券表ペチペチ、さあ走ってくる
止めたー、なんこれはどうすんの、わぁチップが回ってる、わぁ速い、読んでダンソー、読んだダンバーソー、ジャブリー、クロサイク、さあ開幕デュービスカーボに対して前ジャンプからジャンハイ、今度はバーストしっかり当てて、おそしり剣、これが邪魔なんですね。そして林剣、ヒットからジャンハイヒット、歓声がついて画面端落としてからの仕込んでいる空中投げ腹切りからのガンマブレードリーチはサミットチップ、さあ石川を少しだけ見せる、そしてカーカスでユーフレを稼いで固めに行ったが、ここが逆に返す、さあ試合から空中ダッシュ、アルファ前ハイジャンディ落として、サクヤン下段、そして断裁から空中ダッシュ、ここは失敗、しかしバースもう一度取る、表裏表か、アルファからの元老ガンマブレード、勝ったのはサミットチップ、というわけでギルティーアイクセスアクセントが最後の種目ですね、世界最強決定戦、敗者九州トーナメント、優勝は総大将学童チームとなります、おめでとうございます。たくさんねえけど1回戦おしげさんとジョンさんのミリアチームを1人で倒しての優勝ですからね。じゃあそんなわけでチームメイトの方こちらの方集まってください、そしてお客さんにもう一度優勝コメントいただきたいと思います。皆さん解散する前に写真撮らないとほら、あそう1チーム2チーム待ってて写真撮ります、お客さん優勝したチーム総大将コメントいただきます。これが関西での力とアダムさんの力です、ありがとうございました。いっぱいどこら辺で活躍し、あ、はい。じゃあそんなわけで、じゃあどうしようかな、2チームとりあえずもらいますか、せっかくなのでロイさんも声かれてそうなのでコメントをいただきます、どうですか、もらっちゃいます。また頑張ります。じゃあまた次回もよろしくお願いいたします、やりましょう。じゃあそれでは1位チームの皆様壇上の周りに集まってください、2位チームの皆様写真撮りますのでお待ちください、よろしく。俺かい、だって高いじゃん。じゃあ2位チームの方は待機で、学さん胴上げしようか、胴上げ。偉そうな顔して、偉そうな顔。それでは撮りますよ、おいアダムこっち見ろよお前、学さんめっちゃ嬉しそう、大丈夫あれ。はい、笑ってください。はい、チーズ、はい、取れました、はい、取れました、1チーム優勝おめでとうございます。それでは2チームの皆さん並んでください、2チームの皆さんも素晴らしい試合でした。ドリューさん脱がなくても大丈夫ですか、大丈夫です、脱がなくても。さあ行きましょう、じゃあ本日お疲れ様でした、2チームの皆さんこちらの方まで見てください、はい、チーズと、はい、ありがとうございました、お疲れ様です。さあこれにて関東改め世界最強決定戦すべての種目終了でございます。この日の3連休のために、遠征までしてくれた関西勢の皆さんには感謝です。関西勢の皆さんが来てくれなければ関東から世界に羽ばたくことができなかったので。それでね、まあ、やっぱ次回もねこう期待しますというお声をねいただいてありますので、本当はね毎年行ってるんですけど全然みんな手伝ってくんないんで、もう今年やろうと思ってたんですけども、やっぱやってみると楽しいので毎年恒例となりますが、来年次回もやりますのでよろしくお願いいたします。本日は皆さん3連休か3日間ありがとうございました、お疲れ様でした。じゃあ次回も多分来年って言ったけど家庭用とか出ますし熱帯出ますし、まあ今年中に何かできたらいいなとも考えておりますので、よろしくお願いします。それでは決まりましたら宣伝しますので、皆さん宣伝本当に手伝ってください、お願いします、お疲れ様でした。じゃあそんなわけでですね、これで種目としての、世界最強決定戦は終わりましたが、まあ結構時間あるんでA 番台、B 番台を同じ間に戻しますが、動画台として残しておきますので、関東対遠征で来てくれた人で対戦
などをしてみてはどうでしょうかということで、そこら辺はね、なべさんが何かやりたい人は完全に投げちゃうんで、なべさんだけに、よろしくお願いいたします。なんでかっていうと、もう3時間有料の、枠延長したので、こうしてる間にも私のお金は無駄になっていくので、ガンガンギルティの宣伝のためにいい試合をよろしくお願いいたします。はい、お疲れ様でした。